この遠山のよしみさんの目をごまかせると思うのか。今別に地下室なってるんじゃないかなって話をしてたの。スーちゃんの仲間結構ね、土が部屋の中に入ってるの。スーちゃんって半分埋まってたんでしょ。だからさ、もう一体ぐらいロボット埋まってるんじゃないかなって。途中まで掘ったけどやめちゃった。行こう。うん。地下室には行かないでください。お願い。どうしたの。どうかしたのかな。何かありそうな気するね。行く。でも行く。行かないとダメな気がするの。きっとあそこに何かあるんだと思う。ちょっThank you.
Thank you.
気がついたとき、私は温室に立っていた。平野くんと出かけたはずなのに、どうしてここにいるんだろう。平野くんはどうしたんだろう。私は自分の体を見た。すず。何これ。なんだか喉がイガイガする。煙でも吸ったのかな。
それにこの土どうして膝にもついてるんだろう。やだ、顔に蜘蛛の巣がついてるじゃない。もうやだやだ。平野くん、どこ行ったんだろう。嫌な気がした。平野くん、平野くん、返事はない。胸騒ぎがした。平野くん、平野くん、平野くん、どこなの。返事して。胸騒ぎがどんどん高まっていく。どうしよう、どうしよう。地下室まで行ったのは覚えているけど、それからちょっと地面が揺れて、え？その時、はどこかで誰かの泣き声がした。誰？誰なの？外？縁？ぎょっとした。声は頭の中から聞こえていた。誰なの？あなた、誰なの？